瞳閉じてプレゼント、空に光るあの星を二人の、はあはあはあ、レイナ大丈夫か。コウキごめん、結局私元に戻らなくなっちゃった。そんな、今まで時間が経てば戻ってたのに。っていうかその姿、先生に見られたらまずいんじゃ。安心しろ、俺だったら大丈夫だ。お前らと同じゾンビと人間のハーフだからな。え、先生がゾンビ？コウキ嘘じゃないよ、先生が私を助けてくれたの。それに先生がゾンビになった姿私も見たから嘘じゃないよ。一応聞いておくが、池田お前もゾンビなのか。はい、そうです、僕もゾンビになる時があります。そうか、ゾンビになった生徒を見たのはお前たちで2人目だ。2人目ってことは過去にもゾンビになった人がいるんですか。それに先生は一体何者なんですか。もうわけがわからないですよ。落ち着け、今はそれどころじゃないだろう。まず橋本のゾンビ化を直すことが先だ。先生どうしたらいいんですか。私このままじゃ学校にも来れないし生きていけないですよ。まあまあ落ち着け、そういう時のために俺がここにいるんだ。俺はこの高校でもしゾンビ化した生徒を助けるためにここの先生をやっているんだ。今からお前たちをとあるところに連れていく。どうだ、ついてくるか。先生本当に先生のこと信じていいんですよね。僕の父さんと母さんはゾンビがバレて研究施設で殺されたと聞いています。先生のことを疑いたくはないんですが、俺は絶対にレーナを守らないといけない。だから先生がもし裏切るようなことをしたら、俺いくら相手がゾンビだろうと絶対に許さない。なるほどな池田、お前が正体がバレない理由よくわかった気がするよ。安心しろ、俺はあくまでもお前たちの先生だ。先生は生徒を守るのは当然だろ。それに俺が裏切るようなことをしたら構わず殺してくれても構わない。まあかといってゾンビだからなかなか死なないけどな。橋本、その姿じゃあれだ、俺のお気に入りのサングラスを特別に貸しといてやるよ。それじゃ車に乗ってくれ。橋本似合ってるじゃないか。レーナすっごく似合ってるよ。先生もうちょっと細いサングラスないんですか。っていうかコウキ絶対笑ってるでしょ。細すぎるサングラスだと横から見た時にチラッと見えてしまうだろ。サングラスは大きいのに限る。さあもうすぐ着くぞ。ここの裏手にあるところだ。ここだ。ここは村ですか。それにあの大きいキノコ、あんなに大きいキノコ見たことないよ。ここはとある家族がキノコの栽培を行っているんだ。さあ行くぞ、ついてこい。なんだかすごくのどかなところだね。うわーすごい、滝まであるよ。一体何なんだこの場所は。あそこでキノコを栽培している方がお前を助けてくれる人だ。翔吾さん、ご無沙汰しております。おお純太、久しぶりだな。まったく用事がある時以外連絡は一つもしてこないくせに。たまにはキノコの栽培の手伝いでもしたらどうだ。すみません、先生って案外忙しいんですよ。それで例の子を連れてきました。君か、ゾンビ化が治らない子は。すまないがサングラスを取ってもらえるか。なるほどな、こりゃだいぶ進行してるな。今は意識を保っているみたいだが、そのうち自我が崩壊して理性が止められなくなり、ただのゾンビになるだろうな。そんな、どうしたらいいんですか。私元に戻れますか。安心しろ、だからここに来たんだろう。ちょっと待ってなさい。一体どんな方法で治すんですか。さっぱり見当もつかないんですけど。もしかして何か痛いことですか。まあまあ少し待ってろ、そのうちわかる。あれ、知らない人いるよ。まずい、子供。普通の子供だよ、見られたらまずいよ。お姉ちゃんなんでずっとゾンビになってるの。早くパパの作ったキノコ食べて治しなよ。この子たち私を見て怖がらないの。すみません、うちの子たちが。主人はもうすぐ来るので少し待っててくださいね。安心しろ、ここの家族はみんな俺たちと同じだ。同じってことはゾンビになれるってことですか。
そうだよ、もしかしてお姉ちゃん初心者？私たちがいろいろ教えてあげようか。すまない、渡せたな。ちょうどいい大きさのが見つからなくってな。さあこのキノコを食べてみなさい。このキノコをレーナに？そんなので治るんですか？あの、食べるのはいいんですが、一つ問題があります。私、キノコ嫌いなんです。君、本当に治す気ある？レーナ、他に方法はないんだ。ほら、早く食べな。はい、わかりました。せーの。う、なにこれ、頭の中がふわふわする。レイナ、大丈夫？しっかりしろ。一体レイナに何をしたんですか？まあまあ落ち着け、そのうちわかる。お兄ちゃんたち本当に何も知らないんだね。あれ、私なんか頭がぼーっとしてちょっと寝ちゃってた？よかった、レイナ元に戻ってるよ。本当によかった、ありがとうございます。あのキノコすごいですね。私たちは君たちみたいなゾンビ化が止められなくなった人たちのためにそのキノコを提供しているんだ。ショウゴさんの開発のおかげで多くのゾンビと人間のハーフの人たちが助けられてきたんだ。ゾンビ化がバレてしまったら研究施設行きで殺されてしまうからな。もしまた同じような症状になったらここに来なさい。驚いた、僕の家族以外にこんなにも人間とゾンビのハーフの人たちが存在していたんだ。そりゃ普段はみんな隠しているから気づきようもないか。本当にありがとうございました。僕たちの他にも同じような人たちが見つけられてすごく励みになりました。何、困った時はお互い様だ。ただ一つ忠告しておきたいことがある。人間だろうがゾンビと人間のハーフだろうが簡単に信用してはいけないぞ。わかったね？はい、わかりました、ありがとうございます。なんだろう、最後の言葉すごく引っかかるな。僕たちの敵は人間だけじゃないってことなのかな。ねえコウキ、あれ見て。う、どうしたんだいレイナ。あれは。お兄ちゃんお姉ちゃん、また遊びに来てね。ゾンビのままでも私たち怖くないよ。お前たちに信用してもらうために正吾さんたちなりの気遣いだろう。ゾンビになった姿を見せることで信頼関係が生まれるだろう。うん、また絶対遊びに来るね。みんないい人たちばっかりだね。そうだね、また遊びに来よう。あの先生、他にも俺たちみたいに人間とゾンビのハーフの人がたくさんいるんですよね。俺もっとたくさん会ってみたいです。それはやめておけ、あんまりおすすめしない。さっき翔吾さんも言っていただろう、人間だろうがゾンビと人間のハーフだろうが簡単に信用はしちゃいけない。実際ゾンビ側が人間に寝返ったこともたくさんあるからな。さあ帰るぞ、お前たちは明日から普通に学校生活を送ればいい。この時僕はまだ知らなかった、怖いのはゾンビだとか人間だとかそういうことじゃない、本当の恐怖というものを。動画見てくれてありがとうな。チャンネル登録と通知ボタン、高評価もよろしく。 Twitter もやってます、概要欄にリンク載せてるからよかったらフォローしてな。次の動画でも会えんの楽しみにしてんで。明日も元気に頑張ろな。バイバーイ。